暇だなぁ。ていうか、何？暇なんだけど、なんかして遊ぼうよ。ねえ。わかった。かくれんぼ。かくれんぼ？かくれんぼ。ね、どこで？この学校で。面白そうだね。でしょ？ちょ、やろう。やろう。ていうか、どうも、あーでーす。学校貸し切って、全力でかくれんぼしてみた。2人でかくれんぼしちゃいますよ。そう、一回やってみたいなと思ってた。確かに、それは、エーカーは絶対に簡単やん。いや、だって絶対に見つかるやん。ここの学校結構塾にしてるし、どこが隠れるか大体分かってるやん。校舎内だけやん。校舎内だけ絶対に見つけれる。絶対に見つけらんない。絶対に見つけられる。絶対に見つけらんない。お前の見つけた。じゃあかくれんぼしていきたいと思います。どういうボスになって、で、そこから10分以内に探し出しましょう。 OK だ、10分、はい、了解しました。はい、10分で行ってみたいと思います。はい、レッツラドン。まあ、一応校舎の中入ったら用意スタートって言って始めたいと思います。私が思うんですよ、エーカーは絶対に10分じゃ私を見つけられません。ただトイレに隠れるのは怖いので、私の中でトイレはない。トイレは NG。 1箇所ね、ちょっとうさぎなところあるんですよね。ここだったら多分見つからないんちゃうかなって思ってる場所がちょっとあるんですけれども、空き巣で開かないのか。うわ、これ学校外しか開かない。うわ、残念すぎる。見たらここ行きたかったんだけどな。お、サッカーボール行って、僕サッカーさばきみたいですか。あ、カエルおった。出て、この、これこれこれ、緑の。アマガエルかな。ありがとう、出店ありがとうございました。リフティングテクニックを見せます。残り30秒となりました。この本校舎のみなので、じゃあ隠れるとこね、限られてるんですよ。これ教室とかも全部開けてるわけではないので、5、4、3、2、それでは行きます。10分スタート。じゃあどんどん進めていきたいと思います。僕の予想ではね、多分トイレにいるんですよね。トイレにいる確率が一番高い。多分サナ若干怖がりやから、トイレにおることも少ないと思うんだよね。ここおるじゃん。ここかな。もし隠れてくるか、隠れてしかも急いで見つけないと。そもそも開くところが少ないかな。もう1回から順番に見ていったら絶対に見つかるんですよ。女子トイレガンガン入ってしまった。違う、いないですね。ちなみに貸し切ってるのでね、あの女性トイレ入っても別に誰も見ない。ただこれ1階が潰しですかね。次2階来た。自信があったってことは、
どっかその隠れたらここ最強やろみたいなところが多分あると思うんですよね、心当たりが。もしも実は隠れるんですね。無理か。ちなみに今あ、もう5分ぐらい経ってる。もうでもあと3回行ったらもう隠れるとこないんで。十中八九教室かトイレ3階に一旦教室に入りますか。ああわざわざ教室に入ることはないと思うんですよ。こんなベッドのとこに入ってるわけはないんで。僕の予想ではこういう外におらんか。もうこうなったらあとトイレですよ。トイレ探して終わりです。はいはい、見つけましたよ。はい、はい、ここにいます。はい、ここじゃない、ここじゃもない。はい、決定。この横の女子トイレです。ここ確定。はい、行きます。ギャーン、いません。はいはいはい、そしてここに、あれ、何なんだ。もし隠れんとこう隠れようかな。これ以上隠れるとこなくない？興味は良かったんですけどね。私の方が上手でした。あとトイレに隠れるの怖いっていうのはさすがずっと一緒にいるだけある。絶対私トイレに隠れたの怖いわ。手当たりして探してるけど、どこ？かくれんぼのプロ？やばい、あと30秒しかない。わあ、まあ、終了した。終了。開きづらかったね、これ。こっち側にいたね。あで、こっち側パーって見て、こっち側だけ見たから、あそこに挟まってたの。あ、なるほど。やばーってなってたら、あ、これだったらここに隠れるんですけどね。どこいる私、やばってなったら、駅に行ったから。あ、行った行った。マジか。はい、というわけで、はい、まあちょっと今回はサナの勝利ということで。かくれんぼの、見習い。でも確かに俺あそこに入ってガチャったけど、ここ開くんやと思ったけど、俺やったら絶対ここ隠れるわと、うん、でも見たしかおらんかったからな。でもまさかここにおるとはね。だからやばい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 と思って。そう、ちょっと第2回戦またやりたいです。そうやね、今度は学校じゃない、違うとこでやる。違う学校で違うとこでやろう、うん、というわけでこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してね。 SNS もやってるよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。わっ、グッデイ。バイバーイ。